で今この第二次中東戦争ここまで説明しました。で次、1960年ですね1月、日米安保条約、これはあのアイゼンハワーとそれから岸信介ですね、あの安倍ピョンのおじいさんによって、まあ、調印された。1960年1月16日に渡米した岸信介首相に率いる全権委任団が、あの1月19日に旧安全保障条約に代わる新安保条約に調印した、こういうツイートがありました。日米安全保障条約と地位協定でアメリカ軍は日本のどこにでも地球基地を作る権利があるという条文があることを忘れないで。だからあの僕の感覚で言えばですね、安倍ピョンが一生懸命憲法改正をやりたがってましたけれども、あの憲法改正をやる前に日米地位協定破棄せんといかんだろう。まあめちゃくちゃだと思いますね、はっきり言って。これがある限り日本というのはもう完全に属領、属国属領のレベルがもうずっと続いてるわけだから、これは破棄しないといけない。で1962年の夏、ソ連とキューバは極秘裏に軍事協定を結び、キューバに密かに核ミサイルや兵員発射台、ロケット、戦車などを送った。アメリカは、まあ、偵察飛行で核ミサイル基地の建設を発見して直ちにキューバを海上封鎖した。で一触即発の危険な状態に陥ったということですね。でこれ一歩間違えると核戦争っていう直前まで行ったということで、まあ、非常に有名な事件ですよね。僕はあの若い頃キューバ革命が何で起こったのかとかっていうのを、その歴史的経緯っていうのをまあ調べたことがあるんですね。だから本当にアメリカってすごい国だから、極悪っていうか信じられないレベルの国なんですよね。でキューバっていうあんな小さな国が、しかもあのゲリラによってやっとあの圧政から解放したようなね、まあ、カストロですよねが解放した。でそんな国があの生き残るためにはあのソ連に近づくしか方法がないんですね。そこまではわかるんだけども、アメリカの目と鼻の先のところにアメリカに向けて核ミサイルの発射台、そして核ミサイル、核ロケットを配備しようとしたんですよ。アメリカとソ連のあの核戦争の直前まで行ったって こんなバカな事件ですよね。だけどちょっと意識転換して現在に、ロシアのプーチン大統領がウクライナを NATO に加盟させるんだってあれだけ言ってましたよね。でウクライナって言ったらロシアの目と鼻の先なんですよね。そのウクライナが NATO に加盟してモスクワに向けて核ミサイルを発射台をね向けたら何が起こるかって言ったら、これこのキューバのこの状況と全く同じなんですよ。だからプーチンは絶対にそれをしたらいけないって警告してたんですね。それはレッドラインだ、ウクライナ紛争に追い込むようにやっていったのはアメリカの方なんですよね。あのニクソンはあのカンボジア作戦とねやるんですね。でこれがどういうものなのかっていうと、これです。南ベトナム軍とアメリカ軍の、まあ、合同軍事作戦になるわけですね。作戦の目的はカンボジアの東部の国境地域に展開する4万人規模のベトナム人民軍、北ベトナム軍、それから南ベトナムのベトコンの部隊、それをカンボジアのこの塔をここから駆逐すること、そういう作戦をやった。あのこれがですねニクソンにとってまあ致命的な大失敗で、まあディープステートを激怒させてしまったんですね。でその後ドルショック、中華人民共和国を訪問、そして生物兵器禁止条約っていうのをここであのやるんですね。でウォーターゲート事件仕掛けられます。ニクソンが辞任するっていう、そういう流れになっています。でさあそれでですね、これあのシャンティフーラのあの清流さんの記事ですね、ユダヤ問題のポイントっていうのがある、これのところにここにウォーターゲート事件っていうのが扱っています。でこの中でですね、ウォーターゲート事件のトリガーになった可能性が高いのが以下です。ジョン・コールマン博士 の新版の300人委員会っていうのからここの部分が取ってこられているわけですけれども、当時300人委員会はニクソンにカンボジアに侵攻しないように直接の指示を出していた。しかしニクソンがこの方針に背いたため、ローレンス・ロックフェラー、ローレンス・ロックフェラーですねとベトナムのホーチミンとの間に交わされた取引が保護になりかけた。両者のこの2人の間ではロックフェラーが大きな見返りを受ける代わりにフランスを北ベトナムから追い出す約束が交わされていた。それがあったんで、あのカンボジアには侵攻しないようにって300人委員会からニクソンに伝えられていたのに、ニクソンがそれを破ってカンボジア作戦をやってしまった。これで激怒したんですね。
多分ロッケだよ。僕は、ね、これはすごく素晴らしい、優れた、本当に素晴らしい着眼点だと思うんだけど、ちょっと疑問が、すごいなと思ったのよ、おかしいなと思ったのはね、カンボジア作戦って1970年にやってるわけですよ。ウォーターギッテート事件はその2年後に起こされ、引き起こされてるんですよ。なんでこんなに悠長なことをやってるんだろうか。すぐ殺されるのが普通ですよね。で、次、こういう情報があります。中国訪問の2年前に、カナダ行きの飛行機墜落事故で、ニクソン大統領と奥様は亡くなっていた。中国訪問の2年前に、これを行ったために、どこかで飛行機事故で殺されてるんですね。暗殺されてる。この驚愕の情報、信じられないんだけど、これ見てください。これがね、大統領の就任宣言の時のニクソン、これ本物なんですよ。こっち本物です。ほら、自然に呼吸できるでしょ？スーッとしてる。ところが、1972年の選挙時に送るニクソン、これ詰まった感じがします。こっちは通ります。で、この感覚が得られるかってことなんです。この感覚がある人は、チャクラ感覚を持っている。っていうことなんです。